これが大変な。うわでもこれきついな。材料も足りるの？やっぱ見てたらすごいわお前らの組み方な。あそこはのぐり君なんだね。あそうっすね。なんとか完成させたね。めちゃくちゃバカだな。お疲れ様です。お疲れ様です。 AMSR ですか？何 AMSR って？なんか最近入れるやつですよね。何それ？なんかマイク使って。それあれだろ。そうっすね。汚い。いや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 、汚いってだろ。言ったんじゃんこれら。お前歯磨いとうわ。汚い。これが大変な。これ外壁は何平米ぐらいの？350とか。350。カポとかあるんでちょっと分かりづらいけど、こんな感じの家で3人で来てて、屋根足がつくんか。ほんで屋根足って分かる？屋根に足つくん。そうそうそう、あの人がの乗れるっていうか、うん、歩けるようになる。パイプがこう流れ取ってこう横にも入っとると、まあ、そこに足引っ掛けたりして作業できるってことだよね。そう、勾配がきついんで。勾配がきついから普通に立てないです、うん、これは屋根足指定されとるんだ。そうです。これだとちょっと3人きつい。ちょっといびつなんで、うん、形が。これきついな。そうだな、こっから取ると分かるしな、うん、ああいうとこも全部、うん、なんちょっときつい。そうっすね。カンタ君ちょっときつい。逃げてるとるからね。お前離れてくれ。近いっす。だけどお前もう来週だろう。来週っす。ドキドキするだろ。やっぱ緊張する？まだでも何にもまだ考えてないんで。お前は考えてないけど、お前ピョコちゃんを考えてるだろ。お前だけだろ。名前やってねえのは。自分で喋るパートもあるだろ。ありますあります。もう考えてないの？まだ考えてないっす。余興足場班やらんの？いや、頼んだっす。誰？足場班やんの？はい。一発？はい。あ、いいじゃん。楽しみだな。俺それ見るのが一番楽しみだ。何が楽しみって。ペコちゃんのあのバージンロードと足場班の余興。ペコちゃん側の友達とかでその余興もあんの？わ、多分ないっすね。ないの？こんな回顧来るかな。そこも楽しみだよな。かわいい。だってパーティーじゃないんだよ。ペコちゃん何歳？ペコちゃん30一じゃないですか、今年で。いい頃合いの年やの。既婚者ばっかなんじゃない？既婚者の方ばっかなんじゃない？既婚者禁止。俺言っとこう、ペコちゃんに。既婚者呼ぶなって。指外してこいって言って、全員で。旦那に電話して、今日は独身になりますって言って、入ってこいよ。俺もなんかだってスピーチあるだろ、一応。マジでやだな、あれ。本当にちょぴょこちゃん、マジで頼むでやってくれって言ってる。俺本当に人前で話すのやな。意外と恥ずかしがり屋だから。ちょ、本当やだ。それ決まったこと喋るのが本当に嫌だ。結構来ますもんね。80人じゃ半分にしろ。うわでもこれきついな。材料も足りるの？足場の材料。材料は足りるです。足りる？はい。足場でこれ何次元になる？3次元にかかる、組み立てて。いや、3次はシートなしだったら1時ぐらいですかね。1時ぐらいまで組み合わせ。1時じゃない、昼飯なし。まあ簡単に言うと2時だよね。あ、まあそうです。シート入れたら3時だよね。俺合ってんじゃん。いった。俺合ってんじゃん、お前。すごい。ごめんごめん。みんな言うよな、カンタイケメンとか言ってな。まあまあコメント欄も来てない？最近カンタさん来ない。出てなかったからね、外部ばっかり出てなかったから。出てないか。この顔デレイラつくんだけど、俺かっこいいだろみたいな。俺かっこいいって思ってるのがバレちゃいけないから、ちょっとムーみたいな感じのこの顔が。全然思ってない。いや、本当に思ってないです。やめてくれ。やめて。片手ところがもう違うからね。やめて。結構手間くよ。ペーパー全部当てな。先頭だけで取れんでね。こっちからな。勾配が結構きついので、これはもう絶対屋根足いるわ。これ何度ぐらいあるの？60度ぐらいあるから。これなんか何寸勾配ってあるんだよな。6寸勾配以上とか、なんか何寸勾配以上は。勾配ってなんかここで測るんだろ、確か。なんか角度で測れんじゃん。下から上の高さだったら測れるじゃん。でこの三角形の角度で出るんだけど、絶対分からんだろ。絶対分からんだろ。分かるよ、お前ら。あんなに感じ悪なと思う。だってお前塗り替えたほうじゃなきゃいけんだな。
しょあれ。じゃあんまり再生伸びんかったら、ほんと見てください。めちゃくちゃ面白いから。リュウジさんがやばいってコメントしてた。リュウジが持ってよかったからな、あいつ。あいつだね、海とか、なんか空とかも描いてる。花だよ、花。花なんか喧嘩取れない。マジで、めちゃくちゃ笑ったのな、俺。ドッグも喧嘩だ、ドッグって英語も。あ、ドッグが喧嘩取れない。犬のドッグな。面白かったな。カンタさん2位だったからね、足の中で。だけど、こいつね、理解道場ってしか喧嘩取れない。彼が違った。だろう、自分の会社なのに。リュウジなんか仕事で使えるやつやわかるって言ったけど、安全帯かなんか、なんかかけなかったよな。安全帯かけてなかったっけ。めちゃくちゃバカだな、ほんと。頭はいいんだろうけど、でも勉強はしてないけど、その地頭っていうか、もう足場やるやつ結構頭よくできんねえよ。パブねえぞじゃん、たまに。ちょ、お前もういいかげんしとけよみたいな。だってさ、もう3トン以内だから、これギリギリじゃん。4トンか、今4トンかな。だって4トン目いっぱいで、どこに保険かけてこうかとかあるだろ。完璧な図面で組まんから、どこに保険かけてくかって知恵がいるわけじゃん。でもこれとこれとこれがあれば、こういうものにも対応できるとか、はい、いろんなのがあるよな、はい、足場ってな、はい、だからそれって本当にめちゃくちゃ頭使うよな。そうす、まあ、経験もあるんだろうけど、まあ、バカじゃできんよな。勉強だけできてできんやつっておるよな。だから意外と頭使うなと思って、うん、仕事、足場の。なんでお前なんか、なんで決めなんか、意外と頭使うなと思って決めなんか、見たよね、なんか久々すぎて、なんかどういう顔していいか、いやいや動画映り気にしないで、動画映りなんか気にしないで、数字とかが強いんだよ、だから足場の人たちは。いや、結構頭いいよ、みんな。国語より数字じゃない。それロジカルに考えれるみたいな感じだよね。なんかその、頭の中でそのやっぱイメージできて、そういうのってあるよな、多分。リュウさん、変わり者だったかもしれない。斧だもん、だって。おにぎりも斧で食いちゃうから。鬼が持ってるものは何が、なぞなぞだろ、うん、で、あいつが、え、普通でいいんですか、普通って、まあ、棍棒じゃん。普通のわけないじゃん、なぞなぞだからとか言ったから、なんかちょっと知恵使うから、斧とか言ったから、ね。やばかった。なぞなぞでもなんでもない。柔らかいとかじゃないもんね。違う頭を持ってるもんだと。あ、分かった、もう俺絶対分かったとか言って。あ、そっちかとか言っちゃったからね。違うか。第2回やりたいけどな、あれな。メモは書いてやりたいですよね。うん、コメント好評だったよね。そうそう、めっちゃ第2回やってほしい。なんか社会やってほしいとか来てましたよね。社会、なんか都道府県とか県庁所在地とか。ああ、そうだな。普通に高校とか大学行った人からしたら、本当にもう笑えてしょうがない。だっていい年こいで、これきちっとした大人じゃん。音ってかけねえだって。なんかコメントで聞いて、なんかかけんな。小4か小3の子供が元気出ましたって書かれた。コメント欄でバカにしてくるやつおるけど、なんかコンビニの店員より時給がとか言ってくるけど、いやいや、じゃあお前稼いでんの、50万と簡単に稼げんぞと思うけど、それができることも力じゃん。まあ日曜日しか休みないけども、まあでもそれできないでしょって。やってみるよ、じゃあ。できないやつがコメント欄バカみたいに書いてくるよな。家にいる人も書くんでしょ。そうそうそう、全員。お前それ悪やるよ、お前。コメントも悪やるからいいでしょ、悪やるもんね。こんな偉い仕事やりたくないとか。じゃあやらなければいい。そうそう、逆に言うな。俺は座っとんのが嫌だからな。座っとんのマジで辛いよな。無理っす。頭痛い。そうやな。だからってそいつらのことキモいなんて言われちゃう、俺は。別にすごいよなって。座って毎日動画編集とかできる人ってすげえよなって。集中力がすごいじゃん。ジムでもそうじゃん。事務職ってめちゃくちゃ大変じゃん。もうなんかもう本当にもう昼飯食って会社におって、で YouTube の確認でもしようかなって動画回すじゃん。速攻寝てるもんね。気づいたら、気づいたら、あの、マジっすか。マット引いて、寝転がって、机置いてみてるから、眠たくなってきてから、ね。はい、じゃあ、あの足場、完成、見ていただいたでしょうか。え、見てる。今、締めだから、すいません。すいません。編集の流れで申し訳ございません、視聴者の皆様。やっぱ見てたらすごいわ、お前らの組み方な。そう、すごかった。やっぱ、アスパーノルイ君なんだね。あ、そうっすね。アスパーノルイ君なんだね。ちょ、綺麗に組んだね。まあ、だけど、今日、なんとか完成させたね。まあなんとか、なんとか今日中に終わらしたね。まあ急いだっす。ちゃんと急いで頑張ったね。二人で完成させた。卒業二人だ。完成させたね。
こんなに仕事がはかどるのは、はかどるシャツのおかげ。皆さん、はかどるシャツ、ぜひ。あと、26日、何時から？2時からです。2時から。3時から。披露宴は3時。違う、4時15分。披露宴だけなんで、ライブ。式は動画でやるな。そう、だから4時15分です。式はだってもう、要はバージンロードだろ。もう歩いてこうやって待ってるんだろ、こうやって。カンタさんが1人、ここからペコちゃんと。親だよな。が手つないでくるじゃん。うん、手じゃない、腕組んでくるでしょ。あ、腕組んでくる。あ、そうか、腕か、腕組んで、これ一歩ずつこうやって、買って歩くんだな。で、後ろ社長がこうやって持ってるとね。これ本当に参加させてもらえるのかな。知らない。マジで参加したいんだけど、俺。で、そこはもう動画で、ライブではちょっとね。まあ、動画でのお楽しみ。動画でのお楽しみ。はい、じゃあ、せーの。また見てー。